スとその特別訓練施設の返還式に反対しようということで、本日主催を開きたいと思います。本日司会を務めさせてください。参考団体の一つでもあります、全国からの青島と申します。よろしくお願いします。私たちはこの皆さん、もう一つ近いの方に趣旨書いてありますが、ご存知のように、今年の参議院選挙の翌日から、翌日でその日の、翌日の早朝ですね、から攻撃が再開ということで、まあ、高いものがあることも行われていると、皆さんご存知の通りです。で、その間、私たち神奈川からも、神奈川県警が、神奈川の方が、派遣されて、私たちに送られているということで、これは絶対に報じていない。で、ご存知のように土地発展、南地発展があり、あれは大阪府警の問題ではなくだけではなく、私たちの神奈川県に加担しているということで、一刻も戻そうということで、12月選挙を求めようということで始まりました。で、9月から始まって、大統領選挙の間、土曜日を中心にやってきました。で、今日は、そういう県内の、呼びかけに応えたさまざまな団体、個人が集まって、この市民ネットを10月に設定をし、その、監査選挙が19日行うということで、それに合わせた集会を本日も出させていただきます。本日ですが、プログラムにもありますように、お電話今度 CM19 の小田山仁志郎さんの方にちょっと講演をいただきます。その後、質疑応答を受けて、休憩は3分、その後相模原市に今回人が判決されましたけれども、発言の権利も含めてですね、お話をいただく。そして、会場でも発言をいただきながら、最後ですね、この監査請求についての手続きも今日ここでやっていただきたいと思っております。そういうふうにして、終了20時45分となっておりますので、ぜひご協力ください。それでは早速、小田山さんの方の声をやりたいと思います。ご覧のように、本土シリーズの琉球で英語検査に反対する緊急行動ということで経済頑張っておられます。若い方も、ぜひ沖縄で、聞いていきたいと思います。そして、メンターを頼みたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ただいまの紹介に当たりました、岡山仁志郎と申します。今日は、最近出席は、私は、そうですね、今、大学4年生で、今年の3月に卒業するんですけど、卒業論文を絶賛という方が書いておりまして、地域協定、地域協定について扱っております。で、ここも大学院に進んで、その研究、地域協定の研究を深めていきたいなと思っています。で、他にも学校だけじゃなくて、学以外での活動をして、シーズン19や、それから8月まで、そのシーズン2という団体で、いろいろ活動しておりました。それから今シーズン、解散して、皆さんからはなんで解散したんだと、解散しないでほしかったというような声をいただくんですけれども、解散するといっても、そこで私たち一人一人の活動が終わるわけじゃなくて、それぞれで思いを持って続けていこうと、で、何かあったらまた集まろうというようなことで思って解散しましたので、その後に沖縄のその国分上のヒッパート建設の強行に対して、やはりパシールのメンバーの多くがプランを痛みさせられないということで、団体を9月の20日後で立ち上げて、で、大体ですね、今メンバー40人から50人ぐらいいて、その半分ぐらい、それの3分の1は輝く現場に足を運んでいると、もちろん大学の休みを利用して、そういう現場に足を運んで、自分の目で、現場を見るということをやっています。で、その後山城さんの逮捕だとか、あるいはその他自分たちの近しい人たちが、逮捕されてしまいまして、そういったリスクはなかなか負えないというような
の事情から、まあ、少し今、まあ、活動は休止している状態なんですけど、なかなか足を運べていないんですけども、まあ、こういう公演の機会であったりだとか、あるいは他の団体と一緒にやるデモや、まあ、外線等で一緒に共催という形で関わらせていただいております。で、本日の40分なんで、まあ、あと35分くらいなんですけども、まあ、まず私がなんで、こういう活動を始めたのかというきっかけの話と、まあ、それから今 の高台の現状について、お話ししたいなと、まあ、沖縄の高台をはじめ、まあ、辺野古の方ですし、それから伊江島もそうですし、と、まあ、あまり知られてありませんけども、あの先島諸島という石垣島、辺野古島、与那国島、それから奄美大島、まあも含めて自衛隊配備の問題など、まあ、沖縄 の軍事化について、まあ、切り捨てていってもいいと思いますけども、こう、まあ、そういった話もこうしたいなと思っております。そうですね、まあ、まずはちょっとスライドも用意したんで、概要を先に説明して、その後に、まあ、なぜこのような問題中の声を上げたのかというところをお話ししたいと思います。スライドまずはもう最初の1枚なんですけども、こう高山の森、やんばる国立記念、まあ、国立公園に指定されましたけども、そのやんばる呼ばれる森の、まあ、1枚写真ですね。まあ、このブロッコリーみたいな形の木がたくさん生えていて、イタジと呼ばれる木なんですけども、まあ、こういった形で、光合成をして森を形成していると、まあ、他にもこの木だけじゃなくていろんな動植物、それこそなんか樹木由来から生えているようなあのシダ植物、ジュラシックパークで見るような植物であったりとか、あるいはヤンバルクイナとかあのノグチゲラとか、そういう、まあ、そういう動物だけじゃなくて、ヤンバルって名の、まあ、手が長い、甲虫、まあ、カブトムシとかの仲間の一種だったり、まあ、それカエルだとか、まあ、カメだとか、本当にたくさんの希少種、絶滅危惧種が住んでいる森です。はい、まあ、これがそのヤンバルの森、まあ、高井の木ですね。で、その高井の問題の、まあ、そもそもいつ始まったのかということで、もちろんその形成される過程から問題があるんですけども、1950年代、60年代頃に作られて、アメリカ軍のその施設、国務訓練場と日本では言われてますけども、アメリカ名ではキャンプ・ゴンザルベスという施設になっています。で、こういったなんか、まあ、これは余談ですけども、まあ、ゴンザルベスだとか、あるいはキャンプ・ハンセンとか、キャンプ・キンザーとか、沖縄の基地にはそういった名前が付けられてるんですけども、それは沖縄戦で活躍した米兵たちの名前ですけど、キャンプ・シュワブも、シュワブも、そういう、それが由来して、付けられてます。で、沖縄の平和の礎に行かれた方いらっしゃると思うんですけども、で米兵も、記念碑の平和の礎に刻まれてますので、そこにもシュワブだとかキンザーだとかああいう名前が見受けられるので、ぜひ、まあ、もう一回行った方はそういうとこ名前にも注意しながら見ていただければなと思います。で、まあ、その国務訓練場キャンプゴンザレスなんですけども、そうですね、まあ、その設計成果の問題があったっていうのは、もちろんここは、もともとは、その沖縄の土地で、まあ、本当に歴史遡れば、もともとは琉球王国だったわけですよね、沖縄は。その王有利、王の土地だったのを、琉球将軍と呼ばれる、まあ、今や琉球併合と呼ばれますけども、その琉球から沖縄県になったときに、まあ、その時来た知事、奈良原茂が、まあ、売取って言われるんですけど、まあ、買収して今では国有林になっています。まあ、そういった歴史上もやはりまあ問題があるそういう併合という形で、取ったっていうのは問題なんですけど、まあ、そのさらに後に戦後もまあ、米軍が、まあ、日本から借りるという形で、国有林なので、形で施設として、使っています。で、まあ、その当時、1960年代になるとはベトナム戦争がありますので、ベトナム戦争の時に、まあ、そのベトナムの熱帯雨林で、
訓練するために、はい、あ、わかりました。あの資料をご覧いただければ、沖縄の琉球の歴史が、琉球沖縄の歴史という資料が、こちらの方に入ってございます。はい、ざっと概要がここに書いてあります。これを参照しながら、私の話を聞いていただければと思います。時間がないので、早めにお願いします。すいません。で、その、ベトナム戦争の時に、熱帯雨林で戦わないといけないわけですね、米兵は。当時のそのベトコンと呼ばれる兵士たちと。で、その時に、訓練をするために、この、熱帯雨林に近い、熱帯の沖縄の森、そのヤンバルの森を訓練で、使用するわけですね。で、当時の高屋の住民の人たちに、ベトナム兵、ベトコンのお姿をさせて、標的にして、訓練を行うわけです。この様子は、標的の村という、三上千恵監督、ユキアサイ放送アナウンサーだった方が詳しく描いているので、その標的の村をぜひご覧いただければと思います。もちろん、もうちょっとなんて方が多いと思いますけど、で、そういったベトナム戦争の時からもうずっと会い続けているわけですね。なので、もうかれこれ、50年、60年ほどずっとこの基地はあるわけです。で、今でもその極東最大の軍事訓練施設だと言われていて、アメリカでも唯一 の、 そのジャングル訓練ができる場所だということが言われています。で、その北部訓練場が1996年に結ばれたサコ合意、サコというのはスペシャルアクションコミッティオン沖縄、沖縄に関する特別委員というのが一米両政府で作られて、そこで決められた合意に基づいて半分、半分以上、約 51% の地域を返還するということが決められました。で、そもそもなんでこの鎖国合意が結ばれたのかっていうと、1995年 の、 の少女暴行事件と呼ばれる海兵隊3人に小学校6年生の女生徒が襲われるというような本当に悲惨な事件がありました。で、その後に沖縄のその声、明かりの高まりを受けて、こういった基地返還の合意がなされるわけです。で、その鎖国合意の中で半分返還するよと言っている代わりに、じゃあその返す部分にあるヘリパッドを残っている場所に移してくれとアメリカ政府は日本に要求するわけですね。で、本来ならば別に日本政府はいやいや返すだけでいいということを、だから別に作らないと言えばいいわけです。日米地位協定の第2条にも、その返還を目的として、この米軍は日本にいるということが書いているので、その基地の施設の返還っていうのは、常に行われなければいけないんですけども、それ必要なくなったら。でもなぜか、返す代わりに新しく作ってくれと言って、日本は2つ返すが OK ということを言うわけですね。でも、じゃあ残っているヘリパッド、あるいは今、既存のヘリパッドっていうのが、これで青い点で示されています。で、その返す部分のヘリパッド、7つあるんですけども、それ以外にも21個ヘリパッドがあるんですよ、この北部訓練場には。別に、今、建設中の4つのヘリパッド、それから、もう作られてしまった2つの、その6つしかないわけじゃなくて、他にも21あるわけですよね。なんでなのに、またその返すところの7個のヘリパッドを新しく残った部分に作らないといけないのかって言ったら、ちょっとおかしいですよね、普通に考えて。で、その環境評価っていうのを当時のもう那覇沖縄防衛施設が行って、今の、地区に建設されることが決まりました。それが今、赤い丸で示されているところですね。N1 と呼ばれるのが2つ県道沿いにあって、それから H 地区と G 地区と呼ばれるヘリパッドです。赤いの4つが新しく今作られているヘリパッドという4つです。はい。で、それが今新しくできるこのヘリパッドなんですけども、特にアメリカ軍は G 地区
一番海に近い上の方、右上にある、皆さんから右上の方にあるヘリパッドを欲しいということを、まあ、述べて、まあ、それはもう、その防衛施設局の資料を作った資料の中に書いてあるんですけども、まあ、なぜそれが欲しいのかって言ったら、まあ、海が近いですよね。そこにアメリカ兵が歩行できるルート、歩けるルートを作って、もちろんそれは森を切り開いて作るわけですけども、でその上陸訓練を行うためだということで、そこが一番欲しいという要望があるわけです。でなのでこの高江に関しては、まあ、後で説明しますけども、その海、その辺野古に新しく作るその港、軍港とセットになって、ここでも訓練を行いたいというような意図から、自治区新しくできるヘリパッドの一つを最も欲しいと言っているのではないかということが言われております。はい、でどういうふうに切り開いているのかというのがこの、まあ、写真の様子ですね。もともとはこの木々が生えていたわけですけども、まあ、建設するためのルートを作るために、木々を伐採して、まあ、このようにルートを通しているわけですね。歩ける道を通しているわけです。で本来はその4メートルの幅で作りますよということをアセスでは書いてるんですけども、もう6メートルとか、あるいはもっと幅の広いこのような歩行のルートが建設されているみたいで、これはもうその環境評価書に違反するわけですよね。はい、でこれ上から見たヘリパッドの様子です。ヘリコプターの着陸機体の様子です。まあ、直径が大体75メートル程度あるようです。それがまあ2つですね。まあ、ここでそのなんで2つあるのか、オスプレイ2機が編隊訓練の部隊を、まあ、2つ同時に飛ぶと、2つ同時に訓練を行うというようなことから、このようなヘリパッドが2つ作られています。まあ、すごい周りの方は木々が生えていて、もちろん木が生えていたわけですけども、まあ、それが伐採されて切られて、このような姿になってます。とても痛々しいです。でこれも一つのヘリパッドの様子ですね。で、まあ、この後で赤土が見られて、まあ、その流出、海への流出っていうのが沖縄ではすごく環境問題になるんですけども、まあ、これの対策も十分行われていないのではないかと、まあ、環境破壊、もちろん伐採もそうですけど、その後の影響っていうのもすごく心配されています。まあ、これがその工事の様子ですね。で、まあ、このようにシワを引いてそこに着陸の訓練ができるようにするっていうのが今行われている工事です。はい、でさっき言ったその自治区、ちょっとこの方が分かりやすいです、大きいですし、今灰色のところがさっきの赤丸ので示されたところで、上陸訓練のここを打てるルートがあそこにあって、深川っていう川にオスプレイを入れて、まあ、そこへからゴムボートのようなものを落として、まあ、そのゴムボートに兵士たちが乗っているわけですけど、でそこで上陸訓練を行うということが言われています。はい、これが深川の河口部分ですね。奥の方は海で開けているので、まあ、この辺りで上陸訓練を行うんじゃないかということが懸念されています。はい、でこれはボノブイシャールっていう軍強襲揚陸艦、軍艦です。オスプレイ乗せてます。前の方にあるバババンって並んでいるのがオスプレイです。後ろのはまた別の機体、おそらく CH54 で、お極大に落ちた、2004年に落ちた飛翔道士のものだと思うんですけども、まあ、このボノブイシャールっていう軍艦があって、でこれを辺野古に新しく基地ができたら、入れたいと、おそらく来るんじゃないかと言われております。はい、これ上上空から見たその辺野古大浦湾の様子ですね。ここの先端の方に辺野古のキャンプシュアブが米軍基地があります。でこれが今辺野古の基地の建設計画ですね。で滑
こに、港を作ると。でそれから滑走路の部分ですけど、下に弾丸搭載エリアというのがあって、まあ、このミサイルであったりだとか、まあ、航空機につける、まあ、弾丸を保管するエリア、搭載するエリアですね。でそれから上にはもちろん飛行機を入れる倉庫もあって、あります。でその普天間基地には、まあ、住宅が近いので弾丸搭載エリア、あるいは弾薬庫はないんですね。あるいは、まあ、港、松戸の真ん中にあるので港護岸、港もないんですね。あの軍港というかその港もない。滑走路は1本ありますけども、で、まあ、なんで新基地と言ってるのかと。で普天間移設っていう、まあ、日本政府は繰り返してますけども、その移設じゃない、移すっていうわけじゃなくて、もうやっぱ新しく作るっていうのが本質であって、それはなぜかというと、やっぱり弾丸もう新しく弾薬庫があるであったりとか、あるいはそれをつけるエリアがある。で、まあ、滑走路も1本増えますし、それからさっきお見せしたボノグリシャルっていう強襲揚陸艦が接岸できる、まあ、護岸があるわけですね。まあ、そういったもう普天間基地にはない機能をこうつけるわけですから、まあ、これはもう新基地と呼んでもいい基地のものだということで、そういうふうに言われてますし、まあ、何ならアメリカの資料でもニューベースっていうことが出てるわけですから、まあ、これ新基地って言っても別におかしくないわけですけど、まあ、なぜか日本政府は移すだけだと、移設だと、あるいはメディアもそうですけども、まあ、これはもうはっきりともう新しい基地ということを、まあ、こういうのを見るとですね、まあ、そういうふうに言ってもおかしくない代物だというのははっきりしているかと思います。でこれがその代替施設のイメージですね。滑走路のイメージです。海岸から10メートルの高さのこうこれコンクリートで埋められて 海面からですね、海面から10メートルの高さで、コンクリートが埋められて、まあ、そこに、滑走路を作っていくと。海面から10メートルって辺野古の海に行った方はまあ、すごい綺麗な海で、沖縄でも有数のそうですね、生物多様性であったりだとか、まあ、透明度を誇る海ですけども、まあ、そこを埋められて、さらに10メートルの高さ、まあ、ビルの3、4階ぐらいですよね、の高さのコンクリートを埋めるわけですね、土砂を埋めるわけですね。まあ、そういった土砂も沖縄では十分賄えないので、奄美大島であったりとか、あるいは長崎県の方であったりとか、瀬戸内海の方であったりとか、そういったところから運んで、ここを埋め立てるという計画があります。で、ここもまたその外来種、その砂利に含まれている、特にアルゼンチンアリと言われてますけども、そういった外来種が環境を破壊するんじゃないかということを、まあ、がまた懸念されています。まあ、10メートル海を埋め立てるってすごいイメージつかないぐらいなんかえぐい、すごいひどいなと思うんですけども、まあ、こういったのが辺野古にもしこれからどんどん工事が進んでいけば作られてしまうということです。はい、そうか、今日は土砂の搬出に反対する団体がその全国各地にあるわけですけども、その搬出に反対する団体が集めている署名というのも後ろにあるそうです。はい、さっき言ったそのボノグリシャールを上から見た、写真ですね。で、まあ、この、まあ、手前なのがオスプレイです。これ、伊江島の写真です。伊江島行った方もいると思いますし、それから美ら海水族館から見える離島ですね。伊江島タッチュっていう山が奥の方に見えます。まあ、すごい平らな土地で、まあ、タバコとかが栽培が盛んな場所です。でそこを見えですね、まあ、元はその畑だったところをに、まあ、また日本政府が買い取って、でそれをアメリカに提供するということが行われているわけです。でさっき見たそのボノグリシャールの甲板に、まあ、見せるような形でこういうふうな形状の土地をこう、まあ、削ってというか、その見せるような形で、まあ、コンクリートで、埋め立ててですね、そこで着陸訓練を行うということが今後の計画としてあるようです。で、まあ、なのでさっき言ったようにそのオスプレイ今辺野古で宅配でも訓練を
行いますし、それから家島でも訓練を行うんですね。で、それそのオスプレイが離発着できたり、あるいは燃料を積んだりだとか、それから、まあ、訓練のために弾薬を搭載したり、あるいはその船、を接岸させて、まあ、その上に、でまたどこか運べるようにっていうのが辺野古の基地なわけです。なので、まあ、この辺野古とそれから高江と伊江島の、まあ、基地建設、今進んでいる基地建設っていうのは、まあ、一体なわけです。別個の問題じゃなくて、まさにそれ一体で運用される用途しているわけですね。で、もちろんそのオスプレイは欠陥機というふうに呼ばれていて、訓練もすごい、訓練している最中のその事故も、まあ、すごく多いということが言われています。で、さらに、まあ、昨日、おとといと事故が相次いだわけですね。はい。で、まあ、これが、まあ、私が撮ったその高江で、まあ、飛んでいるオスプレイです。まあ、すごく低く飛んでいます。もう本当に機体の下の番号とかも言うと見えるぐらい低く飛んでいて、まさに、まあ、騒音もさることながら、オスプレイ特有の重低音、なんかすごい体に響くような重低音が あって、でそれによってやはり健康被害もこう出ていると。で、互いに住まわれている家族、一家族ですね、まあ、子供がいるところは母親と一緒に隣の村に引っ越さざるを得ないぐらい、まあ、夜も飛び回りますし、もうそれこそ10時とか11時とか、まあ、この時間もう暗くなってもまだまだ訓練を行っているわけです。で、そういったオスプレイが、まあ、おととい、その長野の阿部という地区に墜落、まあ、あるいは不時着ということは言われてますけども、まあ、墜落したわけです。で、まあ、こう、まあ、なんだろうな、今までもやっぱりオスプレイの配備というのは、それこそ長野さんがまだ那覇市長のところだったところから、まあ、反対と、配備をやめてほしいということを申し入れてたわけです。まあ、それはやはり事故が多いし、まあ、沖縄に配備されたら起こる可能性があるからということでやめてほしいと言ってたのは、まさに現実となったというわけで、もちろん野永さん、あるいはその周りもこうすごく怒りを覚えてますし、もう沖縄県民も怒りを覚えているわけですね。まあ、このような事故っていうのはもう本当に頻繁にあることで、もう1年に何回何十回とあるんじゃないのかなというくらいすごい多いわけですね。まあ、特に昨日のようなおとといのような事故であったりとか、それから、まあ、その前は2004年の極大国際大学へのヘリの墜落事故だとか、まあ、そういったもうその前に遡りますと死者が出るような、まあ、宮森小学校という1959年ですけどもの事故もありますし、まあ、それから吊り下げ訓練をで、まあ、落下、その吊り下げたものが落ちて、死亡したというような事件もありました。なので、もうなんていうんですかね、沖縄の人からしたらもう必ず事故があることは分かってますし、もうこれまで何度も起きてきたことなわけですね。なので、まあ、別に昨日の一昨日の事件が初めてで、なので起こっているわけじゃなくて、もうまたかというのが本当に尽きないわけです。で、さらにそのこの事故を受けて、沖縄にいる、まあ、在沖の海兵隊のトップの四軍調整官の方が、まあ、そのパイロットが、まあ、うまく操縦して、その南部の阿武の海岸の方に着陸、まあ、不時着したんだと、なので感謝すべきだということを発言しました。まあ、本当に見たときに何を言ってるんだということをもう呆れましたけども、まあ、そういった発言っていうのは沖縄ではすごく頻繁にあるわけですね。で、まあ、これはその記事ですけども、そのアメリカ側のもう暴言と言われている、まあ、何を言ってるんだというような発言が、まあ、何回もあると、まあ、それはもう復帰前の時から、あるわけですけども、まあ、特に最近の例で言いますと、そのケビン・メアさんというそのアメリカ まあ、その日本にいる部長の方が、沖縄の人は、
していたりだとか、まあそうですね、沖縄のお金の、沖縄の人が反対している人たちはお金をもらっているというようなことを口にしたりだとか、まあ、全くどこからなんかそういう、なんていうんですかね、ことを見ているのか、どこでそういうものを見ているのか、あるいは誰からそういう情報を得ているのかっていうのが、うん、まあ、最近そのネットが出てきて、大体特定できるようになりましたけども、まあ、なんかすごく偏っている、本当に、まあ、間違ったことを鵜呑みにして、それで発言しているというようなことが多くある、見受けられるのではないかと思います。まあ、なので、まあ、こういった発言にもすごくうんざりしているわけですね。で、まあ、私が今は基地の説明をしましたけども、まあ、あるいはその基地がある沖縄のずっと壊されてきた基地の説明をしましたけども、まあ、基地に対して関心を持った、問題意識を持ったのは、まあ、ほんの5年前ぐらいなんですよね。まだ自分が19で東京に上京してきた時に沖縄のその基地問題に目が向くようになりました。まあ、それまではなんでじゃあ向かなかったのか、私、二の丸市の出身で、それこそ福山高校の出身なんですね。家も野田家っていう場所に今、実家があって、二の丸市役所の裏ぐらいにあるんですけども、まあ、家から歩いて、まあ、10分ぐらいのところには、もうフェンスが、電気のフェンスがあるという場所に住んでいます。で、まあ、オスプレイや、それから他の米軍機も、その家の上空を飛び回りますし、学校でも、まあ、そういった音が、まあ、すごくうるさくて、友達との会話を遮られますし、授業も中断しますし、まあ、家でテレビを見ててもその音が聞こえなくなると、いいところを見逃すというような出来事もことが本当に日常茶飯事だったんですね。沖縄にいたところはもうそれが日常を過ぎて、もう最初はもちろんそれは嫌なことなんですけども、まあ、ある意味もう慣らされてしまったというか、慣れてしまった状態にいました。で、そういった反対運動をしている人たち、沖縄の手町に対して抗議をしている人たちがもういつも見受ける、まあ、見ているんですけども、通学路に行く途中だったり、まあ、それから回し合わされる時とかに見るわけですけども、まあ、そういった人たちに対しても少し斜めから見てて、まあ、別に反対しても何も変わらないじゃんと、別に次の日も飛行機は飛び続けるし、米軍基地はずっとあり続けているし、なんで反対してるんだと、別に反対しても意味ないじゃんというぐらい思ってたんですね、の感覚だったわけです。で、まあ、沖縄ではそういった感覚で過ごしてて、で、まあ、東京に来たら、そういった自分が当たり前だと、日常だと思ってたのが、まあ、ある意味異常だということを知ったわけです。で、東京で、まあ、大学進学のために上京したわけですけども、まあ、その時にそのフェンスがないことやったりだとか、あるいは米兵の姿が、まあ、なかなか見られない。自分は杉並区、東京の最初住んでましたので、まあ、米兵の姿がないってことやったりとか、まあ、あるいはその飛行機、米軍のジェット機やヘリコプターでも別に飛ばないわけですよね。なんで、自分たちの街ではあんなに飛び回ってるのに、東京では飛ばないんだということにすごく、まあ、異常さというか、なんでだという疑問を感じて、なんで自分はああいう場所で住まないといけなかったのか、もちろんそれを選べないわけですよね、自分が生まれるところなんて。でも、まあ、自分はなぜああいう場所で生まれ育ったのか、で、なんで沖縄にあれだけ基地があり続けてるのかということを、まあ、すごく疑問に思って、まあ、これは、まあ、勉強したいなと、まあ、大学にいることもあって、まあ、本も読みますし、それから先生と議論したりだとか、あるいは友達に話して、何かどういうことを知っているのか知らないのかということをこう聞いたりだとか、まあ、そういった中で、米軍基地に対して問題意識を持っていきました。で、そのやはり根底にあるのは自分の祖父母の戦争体験だと思ってます。まあ、それはまあ、沖縄戦であったりだとか、それからアジア太平洋戦争の体験ですね。で、沖縄のここでは、まあ、もちろん皆さんご存知のように平和教育と言われるようなまあ、教育が行われていて、それを小学校、中学校、高校を通して、まあ6年間、3年間の12年、やるわけですね。で、まあ、どういうことをやるかといったら、それはガマと呼ばれる、その沖縄の天然の語を
があったりだとか、あるいは、まあ、火炎放射で焼かれてたとか、まあ、いろんな用途があった場所なわけですけども、まあ、そこに実際行って、まあ、そのガイドの人から話を聞くであったりだとか、あるいは平和記念資料館、糸満の方にあるところに行ったり、ヒメウリの塔、平和記念資料館に行ったりだとか、そういった教育、まあ、実際にその場に行くということもこうやりました。でそれから学校では体育館にみんな集まって、沖縄戦の体験者の方から話をこう聞くという時間が設けられていました。でもそういうのを毎年繰り返していると、なんだろうな、なんか、まあ、それがもうルーティーン、一種のもう年中行事みたいになっちゃうわけです。そんなに意識しない。まあ、今度はあのクリスマスもありますし、正月もありますけど、まあ、なんでクリスマスを祝うのかとかあんまり意識しないこれですね。みんなそのクリスマスがあって、あ、すごいな、なんかケーキとか買って、もう子供にプレゼントあげてっていうので、もう、まあ、終わるわけですよね。で、その、まあ、もちろんそれは平和学習とは全然違いますけども、まあ、そういった感覚でした。自分も、あ、6月23日、その沖縄では平和の日と呼ばれる日が近づいていた、今年も平和学習がある。で、まあ、平和戦争体験者の方から話を聞くけど、まあ別にすごい蒸し暑い体育館の中で、沖縄のこう体育館の中で聞いて、すごいだるいな、でなんかもう似たような話ばっかりだしと、で感想文もあるけど、感想文には、まあ、戦争はダメだと思いました、まあ、すごく悲惨でしたって書いておけばもう通るわけですね。別に先生から何か言われるわけでもなく、まあそういうのも子供ながらにして分かるわけですよ。小学生でもそういうことを、僕が何を求めてるのかみたいなのって分かるじゃないですか。まあそういったことを書いて、まあ、その年は終わってたんですけども、やはり自分の中ですごく印象に残っているのは、その彼らが時に10分15分もその沈黙をして、まあ、すごく遠くを見つめながら話す姿であったりだとか、あるいはもう応援をしながら話す姿であったりだとか、まあ、そういったなんでこういうふうにして話すのか、こういうふうにしてまで、私たちに話すのかであったりとか、あるいは話さざるを得ないのかということを、やはり今の年になって、すごく考えますし、まあ、もっとあの時話を聞いておけばよかったなということを後悔しています。で、祖父母、自分の祖父母も戦争体験者で、お父方の祖父はアジア大陸戦争で、まあ、マレーシアとかフィリピンだとかシンガポールだとか南洋の方に行って、イギリス軍の捕虜になり、まあ、沖縄に、まあ、彼は奄美の出身ですけど戻ってきた人です。で、それからまあ、母方の祖父母は沖縄戦、2人とも沖縄戦体験者で、北部の方で、戦争体験をしました。で、父親、おじいちゃんの方は、当時のもう当時16歳17歳なわけですけど、徴兵されて五強隊という故郷を守る部隊、五強隊に所属してました。彼は東村の出身で、すごく高いがある村なわけですけど、だから自分のおじいちゃんは東村の出身なんですけど、まあ、その補強隊で、これは陸軍中野学校の直属の部隊なわけです。沖縄で、ゲリラ戦を行う部隊で、鉄血勤労隊というのは主にその通信兵、伝令 を飛ばす係だったりとか、周りは食料を運ぶとか、そういうことをやったわけですけども、もうその補強隊は山にこもって、米兵と相、まあ、見えるというか、その打ち合うわけですね。なので自分のそのおじいちゃんの隣で同級生がもう撃たれるということであったり、あるいは爆弾飛んできてそれに当たって、爆発して頭が木にぶら下がっているというようなことを目の当たりにしたりとか、まあ、自分はそういうことをおじいちゃんから聞いたわけですけど、まあ、それが何を意味するのか、もう実際どういう光景なのかというのは全く想像がつかないわけですね。でも彼がそういう話を聞いて、もちろんそういった沖縄戦体験者の方々は口にするのは戦争は二度としてはいけないと、それから基地も作ってはいけないと、基地もいらないということを言うわけですね。まあ、それはもう私にとってもう最大のこの人生の命題といいますか、そのテーマですけども、まあ、なぜその戦争体験者の人たちが基地をいらないということを口にするのかということは、まあ、ずっとずっと考えないといけないし、やはりそのために自分は勉強して、そういった、まあ、理論というか、なぜそれがそうなのかということを理解していきたい、あるいは発信していきたいなというふうに思っています。
でそれから、まあ、これに似たような発言としては5月19日に発覚した米軍元海兵隊による、まあ、女性の死体事件あるいは、まあ、強姦殺人事件だと言われてますけれども、まあ、その被害に遭った父親も沖縄その根本の本質その問題の本質は米軍基地がにあると。で米軍基地はもういらないということを資金に残して、まあ、いるわけですね。それが、まあ、報道によって明らかになるわけですけど、まあ、そういった彼は、まあ、自分の祖父母であったりだとかあるいは現場にいるおじいちゃんおばあちゃん、その戦争体験者の方あるいはもう悲惨な何度もこれもまたかというような出来事なわけですけども、事件の被害に遭われたその親族たちが、まあ、なぜその米軍記者はいらないということを口にするのかというのを自分はこれからも追求していきたいなというふうに思いますし、まあ、彼らあるいは彼女たちのために何かできることをやっていきたいと、少しでもできることをやっていきたいなと思っています。でこれからなんですけども、まあ、私としてはさっき話したように大学院に進んで自分の研究を進めていきたいなと思っています。で沖縄の情勢ですけども、その12月の、まあ、22日頃に返還式典が行われると言われています。でもこの事件があったので返還式が中止になるのかどうかも分かりませんし、では明日尾長健知事は東京に来て、まあ、安倍さんなのかそれか菅さんなのか分からないですけども会う予定です。だからその時にどういう話が行われるのか次第ではありますけども、予定としてはその北部訓練場の返還式が12月の22日に行われる予定で、まさに伴ってヘリパッドも建設されてしまうというのが、まあ、すごくずさんな工事みたいですけども、まあ、一応形としては終わるということが言われています。で辺野古に関しては最高裁で沖縄県側の埋め立て承認の取り消しはしてはいけない意向だということで、まあ、県側の敗訴が、まあ、恐らく決まりそうだと言われています。でもこれに対しては注意してほしいのは、別にこれを控除しないといけなくなったわけではなくて、あくまでその尾長さんが前中井あの県知事である中山さんの埋め立て承認を取り消したことがダメですよと、取り消しはダメだったということなわけですので、別に他の権限はあるわけですね。例えばその岩塞破壊とか珊瑚礁をやはり埋め立てに伴って壊すわけですけど、その許可を出さないということであったりとか、あるいは工事を進めていく最中で、その当初の建設の工事計画から変更があるわけですけど、それを認めないと、工事になるときも工事させないということであったりとか、まあ、様々な許可、権限というのが県知事には与えられているわけです。なのでそういった権限を使って尾長さんは工事を止めるというか、認めまいと進めない、あるいは遅らせるということはできるわけです。まあ、なのでもう、まあ、これは、まあ日本政府側が強行していけば、こちらもやはりそれを強行せざるを得ない、そういう手を使って、もう絶対にやらせないということをやっていかないといけないわけで、で日本政府側も全然話し合いに応じてないわけですね。和解といっても、もう全く話し合いを置かないわけですよ。で、裁判所でもそういう弁論を認めさせないということも、裁判側も、司法側もやっているわけですけども、まあ、そういったことで、まあ、今、憲法のことはすごく紛糾して、いて、まあ、もう終わりっていう意味でですけど、まあ、来年には工事再開されるという予定ですけど、まあ、それがどうなるのかっていうのは、今回の事件もあってちょっと分からなくなったのかなと思います。で、最後に、さっき言った、米軍の側の運用に伴って、やはり合同訓練、自衛隊での合同訓練というのが行われているわけですね。皆さんも去年、安保法制に反対するために、戦争法に反対するために国会前に来た方多いと思います。私も、まあ、ほぼ毎週、あるいは沖縄に帰る時もあったんで、ほぼ毎週行ってて、まあ、これだけの人が一緒に声を上げるのはすごく嬉しく思いましたし、まあ、日本の民主主義っていうのもまだまだ捨てたものじゃないというか、まだまだ諦めずに自分たちもこうそれを追求するというか、それをもっともっと発展させていく役割を担おうということをなんか思えた。去年の夏だったんですけども、まあ、安保法制に伴ってやはり自衛隊が
どんどん任務を拡大していて、それに伴って訓練を行うわけですけども、その訓練を行う場所、あるいはその訓練を行うところ時に使う基地というのが沖縄本島でもそうですし、それに先島諸島と呼ばれる石垣島、宮古島、石垣島、与那国島で建設計画が進んでいるわけですね。で、奄美諸島でもそうです。なので、まあ、このなかなか報道されもしませんし、表にも多分神奈川新聞でも書かれないことだと思うんですけども、その先島諸島、宮古島、石垣島、特にへの自衛隊の配備、陸上自衛隊の配備というのもぜひチェックして、いただけ、注視していただければなと思います。で、まあ、そうですね、この団体の神奈川県警に抗議する団体なので、警察に絡めて最後一言を言うと、やはりその沖縄に県警を送り込んで、あるいは警察、機動隊を送り込んで、工事をが今、社会で、まあ、進められているわけですね。まあ、なぜやっぱりその、まあ、沖縄県に作る、まあ、基地を警察が、基地建設を警察が手伝って、あるいは守ってやっているのかというのは、やはり私から言わせてみれば、やはり神奈川県の人たちにも責任がそれはありますし、まあ、おそらくそれは東京警視庁とか東京であったりとか、あるいは千葉県警だとか、それから愛知県警だとか、まあ、大阪府、それから福岡だとか、まあ、そういった 警察県警、あるいは、まあ、府県の警察が沖縄に行って基地建設をやっているわけですから、まさに、これは沖縄の基地問題というわけじゃなくて、もう全国が一体になって進めていると言ってもいい基地建設なわけですね。なので、まあ、この団体はその神奈川県警に対して、まあ、近くに神奈川県警のビルがありますけれども、まあ、その前で抗議したりだとか、もう本当に私はすごくありがたいなと、なかなか参加はできなくて、警視庁には抗議は行きましたけれども、神奈川県警の抗議には参加できていませんけれども、まあ、すごく警察の目の前では怖いですよね。何かされるのか分からないし、何か取られてるんだろうなとか、いろいろ個人情報とか、なんか探られてるんだろうなとか、そんなのすごい不安なんですけども、やはり、まあ、言うことは言わないといけないというか、まあ、それ言わないと分からないと、何もなかったということで、なしにされたわけですから、すごく大事なことを、まあ、勇気のいることをこうやってくれている団体だなというふうに思っています。まあ、はい、今後も自分も東京で働くにいるんですけども、まあ、東京にいながら、もちろんたまには、まあ、電車で1時間ぐらいの、まあ、横浜、神奈川にも来て、一緒に声を上げたり、あるいはこういうふうに情報交換できればなと思います。すみません、長くなりましたけど、ありがとうございました。
アポジアの反対と引いていくというふうには道続きの勉強をぜひしてほしいというふうに思っています。あなたに激励します、はい、よろしくお願いします。
もう当たり前、もう基地班、もうあのその時点で皆さんが今回あの参院選で、当選した怒りのうちに決まっているさということをお話してました。でお母さんもこう私の声で話すようになって、多分彼女もそんなに関心なかったんですよね、ですけど、まあ、私がこういう活動をするようになってからいろいろ話すようになって、いや、やっぱりおかしいということを口にするようになり、まあ、そういう思いを持つようになりましたね。はい、ありがとうございます。こういう感じで、はい、いろいろしますけど、まあ、それの前だったら、そうですね、まあ、本当に、まあ、4分の3ぐらいはやはり反対だと、沖縄県の世論もそうですけど、まあ、それぐらい の、 あの基地に対して反対という声はあるのかなと感じます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。座ったまま失礼します。小峠市長の荒沢と申します。火災の問題は最近はもう、まあ、山でもそこの地方でもかなり取り上げられて、まあ、マスコミなんかに上げられてきましたが、少し前までは千葉市で閉鎖をやってる関係でいろいろ地域の地形が多いんですけども、ちょっと前まではですね、沖縄でもですね、意外と抱えのことがあまり知られているより知られていない。で、何回もその記憶上映画で、いわゆる標的の町なんかもよくやられてます。標的の村をよくやって、それを見てもですね、意外とあの小さな集落の地形があまり知られていないと。で、これはあの、もしかしたらの沖縄の中にもいて、米軍基地や日本政府によるプロパガンダなんかあるのかなと。沖縄の地裁、こちら基地の、あの、我が家の基地さんが思ったんですが、そういうことで、あまりこう、ヤンバルの長野にある、高いなんかのことを、あまりこう、ナファーとかですね、あちらの人たちに知らせてないような何かがあるのかなっていう、そういうことを、沖縄自身の中でも、そういう軍によったり、あるいは日本政府による、ちょっとプロパガンダ的なのがあるのか、ちょっとすごい気になるのでね、教えていただければと思います。はい。はい、そうですね、あその高江は沖縄の中でも本当に知られてなくて、私自身も東村にはそれこそあの祖父が東村出身なので、毎年お盆あるいは正月で、足を運んでいるわけです。なのに、にもかかわらず高江 の問題あるいは高江という集落があるというのを知ったのは2013年の秋に、その標的の村を見てからでした。だから東京で行ったらいつも東京の公園ではなんか奥多摩のどこかの地域みたいな感じで話すんですけど、神奈川だとどれぐらいなんですかね、まあ、もっともう神奈川の端っこの湯河原ぐらいなんかどこの地名みたいなところだと思います。はい、あの分かんないですけど、まあ、湯河原ぐらい有名じゃないと思いますけど、まあ、そういった感覚ですね。もうそのぐらい離れてる場所なわけですね。で、その日本全体でもやはりそういった見えない場所に置く、基地を置くというのはそうなんですけど、沖縄においてもそれは当てはまるわけですよね。南部、その那覇の南部の方の人口密集地からはその北部の人口が過疎化、なかなかあんまりいないところに基地を持っていって、そこだけに問題を押しとどめて、なかなか問題化させないというか、っていうのは、まあ、それはもう権力側はそういうことを行っているわけですよね。どこか植民地とかを見ても歴史上もそうだと思います。なので、まあそういった形で、まあ、基地をその辺野古をはじめ伊江島だとか、それから沖縄の、まあ、離島と呼ばれるところ、宮古島石垣島の方に、まあ、基地を分散させる形で、まあ、沖縄の人たちの基地に対する怒りというのを、まあ、並べるというか、飼い鳴らされ、飼い鳴らすみたいなところはあるんじゃないのかなと思いまして、情報の操作というか、ね、まあ、プロパガンダのようなものに関してはちょっとわからないんですけども、まあ、でも最近はその、まあね、NHK というかその、まあ、政府が発する情報以外にもいろんな場所で情報は手に入るので、まあ、いろんな、なので、まあ、情報がちょっと錯綜していろんなデマを流されることもあるんですけども、まあそういった別に操作をされているからどうこうっていうことはないと思いますし、まあ、少なくともやっぱり沖縄の人たちは基地に対してはもういらないというような思いが
常にやはり世論調査を取っても7割、8割というような数もあるので、まあ、それでむしろ逆のことが言われたりするんですけど、ね、その琉球医師が潰すべきだというか、プロパガンダじゃないかということもまた言われるわけですけども、まあ、そういったことは、さっき言った政府側、あるいは米軍側から何かしてるというのは、まあ、特に自分は知らないという答えになるかと思います。はい、じゃあ最後に1人だけです。で、なんかこれって日本政府に訴えてもあんまりな
なんか変わらないというか、拉致が開かない、もうなんか聞いてもらえな い状態があるんですけど、アメリカだと、あ、そうなんだということを言ってもらえるわけですね。例えばどういうことかっていうと、実際に自分たちの成果として挙げているのは、あの国防権限法ってアメリカの予算を決める法律があって、それに辺野古が唯一という文言をグアム出身の国会議員、アメリカの下院の議員が入れたんですね。おそらくそれは日本側のロビングをして、日本側が入れさせている条文なんです。でそれに対して上院の法論、その法案ではその文言が入ってなかった。じゃあ NT を働きかけとして上院のを通すようにというのを、ロビングをして、それを通させて、それが結局最終的に法律になるわけですけど、そういった取り組みを行っているわけです。で他にもアメリカ側のシンクタンクに所属している人たち、アメリカで日本の政策を担っている人たち、あるいはそのアドバイスを議員にしている人たちに対して、辺野古の沖縄のその現状状況というのを、伝えるということもやっているわけです。で結構沖縄に関心ってそんなにないんですよ。あるいは日本に関心ってそんなになくて、ないんですけど、なんか日本、それをまた日本政府が利用してアメリカに言わせて、ほらアメリカもこう言ってるよということが報じられるわけです。これ神奈川新聞で取り上げられまして、それを斉藤さんはワシントン拡声器とワシントンを使って声を大きくして、ほらもう見ようということを日本政府がやらせているのをワシントン拡声器と言っています。詳しくは今話したことを本当にちょっとで、本を読んでいただければ分かるんですけど、そういった発信もすごく大事だと思っていますし、アメリカの発信と、それから大永さんはジュネーブにも行きました。今回の人権理事会にも足を運んだので、そういった取り組みも大永さん2月にアメリカに行くということを言ってますし、ジュネーブに行く予定はないと思いますけども、それはヒューマンライツなんだとか、あるいは他の人権団体、環境団体がジュネーブ、あるいはニューヨークの国連本部があるところで、沖縄の問題、それから高い問題も一応その日本政府側に質問したりとか、あるいは発信するという形で、やっているので、自分も知り合いが